は元しかです。ロバーニャーセオクサミミダー。本日はですね、多分サムネとかタイトルを見てわかると思うんですけど、韓国ソウルにございますビュー整形外科さんにお邪魔しました。お邪魔しましたじゃないか、お邪魔します。それでは早速ですね、中の方に入っていきたいと思います。この病院が結構大きいのでちょっと説明したいと思います。ですね、本日僕が行くのはこの、ね、14階にある皮膚科に行くんですけど、そのビュー整形外科さんは1階から15階までがあるめちゃめちゃでかいビルで、皮膚科があったり歯科、歯の、ね、ところがあったりとか、大きい手術をした時に入院とかもできるようなルームがあったりとか、あとまあ手術室も、ね、11階12階分かれてたりとか、治療室って何となってるんだろう、こう抜歯とか軽いなんかケアみたいなものとかできるところがあったりとか、女性だったらなんかその公共とかってなるんで、その人たち専用のその会議があったりして充実してます。ビル的に。で、本日僕はこの14階に行きたいと思います。ですね。国語ができなくても安心して病院に通うことができます。今はちょっとコロナのせいで自由に行ったり来たりができないんですけど、日本と韓国、もしこれが少しでも収まってまた以前のように元に戻ったら、ぜひぜひ皆さん来てみてください。あ、着きました。今悩んでるのがこの毛穴ですね。와드름이편한양반은특별히없으시고요ニキビは最近はできないんですけど、このフェイスラインにあるニキビ跡が、저희가이제모공이나와드름흉터같은경우는라인셀이라는레이저사용해서하고있고요프락셀의일종이라고보시면되고요이제모공보톡스같이하시면효과조금더보실수있을것같아요너무깊게파인흉터같은경우는보톡스가그렇게큰게효과를보기는어려운데이렇게조금넓어진모공이라든지생인흉터같은거에는효과조금보실수있을거예요혹시더궁금하신거있으세요이건없어요지금없습니다이제일단그러면시술하실때다시볼게요감사합니다레이저とかボトックスとかはされたことあるんですか？肌のトラブルとかに対するレーザーをしたことなくて、シュリンクとか、はいはいはい、そっち系、ああリフティング系の、リフティング系はあるんですけど、今回みたいにその毛穴とか、なんかニキビ跡とかそういったものによるレーザーは初めてです。ああそうなんですね。シュリンクとか大丈夫でした？大丈夫です。ああ、私すごい痛かったです。この後今してる僕のこのメイクを落として麻酔クリームをして手術に入ります。暑くないですか？はい、大丈夫です。
違いますか、いつもと。やっぱやってもらったら全然違う。この時点でなんかあ、もう角質がちっちゃい、うん、一皮抜けた感じですか、うん、すごい。あ、じゃあこれで終わりでえ、ちょっとこの後やってもらっていいですか。なんかこういった病院で使ってる、さっきもやってたなんかあの角質を引き出す、浮かせる、はい、あんなとこって普通に売ってるもんなんですか。ここで全部あるかわからないですけど、中には市販のものもあった。そうですね。マスクリームになります。痛かったら教えてください。になります。もう絶対無茶苦茶や。ボンさんになってきます。ボトックスですね。ボトックスの場に広がったよ。ボトックス入れますね。どうなったよ。痛いですよね。お痛かったよ。今の食べてたよ。期待は終わりました。じゃあ先ほどのお部屋に移動になります。はい、レーザーよりボトックスが良かったです。なんか割と痛みには耐えれる方なんですけど、はい、正直に言ってめちゃめちゃ痛かったです。意外と注射系の施術が痛いですよね。肌にダメージ与えているので、紫外線のケアですね。クリームがちゃんと塗ってないようにしてください。結構乾燥すると思うので、保湿ケアしっかりお願いします。ずっとヒリヒリしてるんですけど、はい、これってなんか落ち着く方法とかあるんですか？家でパック冷やして乗せていただいてもいいですし、氷とかちょっとパックしていただいても、はい、冷やしていただくのがよろしいかと思います。サンディガー、はい。ただいまをもちまして、本日施術すべて終わりました。とりあえずね、今回僕がしてもらった施術がブラクセルレーザーっていう施術と、はい、毛穴ボトックスになります。そのブラクセルレーザーっていうのが、その、ね、毛穴をこう縮めるというか、ですか、ダダダクするようなレーザーでして、でそれにプラスボトックスを打つことによって、さらに、まあ、もっと綺麗になりますよっていう形の施術をしていただきました。で、ぶっちゃけ言うと、この麻酔クリームを塗ってからそのレーザーでボトックスっていう流れだったんですけど、めちゃめちゃ痛かったです、マジで。レーザーに関しては、まあ、痛みにもまあ耐えれる方なので、
まあ我慢はできたんですけど、その後のやっぱ注射がバカ痛かったですね。本当に本当に痛くて、映ってるかな、結構ね顔が赤くなってるんですよね。なんかこのレーザーしたところとしてないところの多分差、多分口とかこの辺とかもすごい差がよくわかると思うんですけど、でまあちょっとしたらかさぶたができてきてって感じで、こうどん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 落ち着いていく感じです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、本日施術当日の夜です。こんな感じ、赤みはねまだ全然残ってます。ただね、この綺麗にクレンジングもしてもらって、角質除去、角質を浮き出して取るっていうこともしてもらって、でまあ施術レーザーをして、でしっかり保湿をしてもらったっていうのもあって、結構肌はねテカテカテカツルツルに見えるんですけど、こんな感じです。やっぱね、肌のケア、肌管理なので、施術をした次の日からもういきなりポンって肌が良くなってますっていうことはまずないので、なのでちょっと日を空けて経過観察としてね、動画を撮ろうかなと思います。1日目てか初日でした。